ミヤです。フミです。バカディミです。今回やってきた企画は、聞け文科省、日本の大学受験のおかしなところやってきたと思います。どういうこと？文科省の方見てますか？この渋谷の街でですね、はい、日本の大学受験の問題って僕らがリサーチしていきます、はい、でそれで本当に日本の大学受験の仕組みを変えちゃおうじゃないかという。おー、すごいね。それで分かっているそこまで。まあいいですね、はい。まあ、日本の大学受験って不平等なところとか、はい、問題になっているところいろいろあると思うんですよ。なるほど。それちょっと集めていきたいなと思ってます。わかりました。聞いていきましょう。皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄のツイッターのリストなども絶対お願いします。調査スタート。分かって TV。 お姉さん今通ってる大学学部教えてもらっていいですか？早稲田大学の学部。おお、ビーヤマと同じ。もう後輩ですし、もう日本の教育を担う人材です。早稲田ではそこやけど。やめろお前。なんか大学受験の問題点とかなんか思うことありますか？英語で今の試験だと力とか。おお、これからはおーおーおい、なんか言い出したぞ。どうやって試験すんだよ。帰国子女ますます有利になるぞ。それでいいんか。帰国子女か。彼女の発言で、はい、まあ、まあよく言われてる意見ですよ、はいはい、英語ね、日本偏ってんじゃないか、はい、受験英語だなんだ言われてます、はい、日本帰国子女に甘すぎ。ぶっちゃけ、はい、大学受験の本質言います。何ですか？英語系。英語できたもんが勝つね。まあ、確かにな。ただ英語が喋るだけかもしれん人間が早稲田や慶応にポンポン受かってんのよ。帰国子女は受験するな。どこで昔過ごしてたの？カズラスの時に UAE って言うんです。 UAE？ ドバイ？ドバイ済み？よしいや。お前、早稲田の英語何割ぐらい取ったの？7割とか。まあまあだから英語ほぼ勉強せず7割取れちゃってますみたいなことや、はい、しかも早稲田の教育の英語は 1.5 倍になります。おい、だから、はい、甘い。帰国子女に甘すぎる。じゃあ男の子2人組見つけました、はい、お兄さん、通ってる大学学部を教えてください。関西学院大学の法学部。おい、関学部推薦学院大学やめろお前。流れ作業になってもらう。お兄さん今通ってる大学学部お願いします。東大学部。東大。すごい。え、なんで一緒におんの？いやいや別に。何コーチ？コサコ。コサコは高知。高知の名門。ついたな。やめろお前。おごれよ。いやちょっと金は奪ってねえから。おいおい、日本の大学受験の問題点を洗い出そうという企画やってまして、はい、なんかありますか？じゃあ、関学から、ね、国立落ち関学で、あ、なるほど、一般で入ってるんですよ。おいおいおい、指定校優遇されすぎせず。おお、そらそうよ、お前。何にも努力せず入ってるやつだ。これは言い過ぎ。そう、指定校の問題点どういうとこやと思う？まず高校大学受験の自習とかしてるときに、横でその大学決まった後の話とか遊びに行く話とかされたらちょっとこっちで下がるからな。いや俺思うね、はい、もう指定校推薦のやつはインスタ禁止。やめろお前。一般受験の邪魔だけはするな。ただでさえ甘い入試制度で合格をつかみ取った奴らが、ユニバ行く？ディズニー行く？邪魔するな。落ち目だけは下げてくれるな。で、なんなら指定校っておかしない？偏差値の幅が広い高校とかあるやん。ああ。特進コースとか、はい、どうしようもないコースとかある。ああ。どうしようもない言うな。特進コースの作った実績で、このどうしようもないコースに指定校が配られよる。はい、おかしいやろ。まあ、ちょっとこれは言い返せないね。確かに。学校の先生もそのさ、上の人だって下のコースに指定校配ったりするからね。うん、そう。上のコースはみんな受験しないよ。そうそうそう。実績稼ぎで。お前の陰謀やっけ、学校教師。この回ちょっと僕ちょっとやばいな。やばいっす。入ってる、なんか降りてきてるやん。ちょっとイライラしすぎて。いやすごい、びっくりは。じゃあ東大生から見た大学受験おかしいなって思うとこ、はいはい、地方と都会のやっぱ差っていうか。あー、なるほどね。やっぱ都会の方が有利だなっていうのは、東大とかやるとやっぱ東京とか関東の中高一貫から東大来るっていう人が結構大多数で、まあそうやね。最近とかは首都圏の大学になってるみたいな傾向があるっていうのは教授の先生とかも言ってて、それはちょっと問題かなっていうのは思います。これはいろんなところから来た方が、いやそうやね、それは思うね。情報がその都会にやっぱ集まりやすい、そのノウハウがどんどん蓄積されて合格してどんどんあの醸成されてるって、まあ、思うけど俺は。だからまあ鉄力界やな。いやいやいや、鉄力界名前出さないで。あれなんでしょ。いやあ、あとね、思うのは、土佐高校をはじめ、はい、地方の高校の先生がレベル低い。はい、おおおお、
地方はマジで間違った教育が平気で行われてる。マジであります。あれよね、文科省直すなら地方や。女の子の大学見つけました、はい、お姉さん今通ってる大学学部教えてください。立命館大学のスポーツ研究科。いや立命館の一番下やめよう。お前どちら。私は横浜市立大学の最強学横一市教科で入れるからほぼ私立。いやどっちもディスるんかよお前。日本の大学受験の問題点を洗い出そうという企画がやってまして、はい、何かありますか。高校とかから上がってくる子ら、はい、辛くなったりとか、おできなかったりするぐらいです。なるほどね、はい、エスカレーター頭悪すぎ問題。いやちょっとそこまでは言ってないよ。おかしすぎるやろエスカレーター。お前の力じゃなくて親の力やんけ。特に小学校から行ってるやつ、慶応もそうや、立命もそうや、同志社もそうや、全部そうや。親の力で小学校入れてぬくぬく育ってどうしようもない一人の大学生ができる、これが難関大学なのってええんか。いやいやどう。すごい賛美されてる。立命館で一緒に授業を受けてるわけやろ。例えば簡単な問題が先生から出て、えこれも分からへんのみたいなことが結構あるってことでしょ。いやもう言えエスカレーターで引いた話。エスカレーターで引いた話。トイックトイコね。それのスコアを友達と聞いたりしてて。おうおう。じゃあ一般の君は680。まあまあこれまあまあ、まあ、これが立命館の一般ですよ。まあ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 いいと思いますよ。でこっからよ、うん、エスカレーター野郎は何本やったの。300。これがエスカレーターなんよ。国会議員お前の子供もエスカレーターさせたいからこれ許してんのか。ユタクすごいなお前ら。お前じゃあ横一の女の子は何か思うことありますか。言い出しにくいんですけど。おう何。女子抵抗。おう、うん、ずる。違法行為やめろ。犯罪者やめろお前。法律にも刑法にも触れてないわ。正直一般のことの差を感じちゃうことはこちらの身としてもある。ああだからズルしちゃったなっていう。ちょっと申し訳ない気持ち。ああ謝りなさい謝りなさい、はい、一般の人に謝りなさい。お前謝らせんのお前もう。じゃあ男の子2人組つけました、はいはい、大学一緒ですか。はい、そうです。じゃあお兄さん今通ってる大学学部教えてください。立教大学社会学部です。お立教の社会ね、はい、日本の大学受験の問題点を洗い出そうという企画をやってまして、はい、この制度おかしいんちゃうかとかね、そんな洗い出してもらってるんですけど、はい、僕がそもそも指定校推薦なんで。おいそんなあんま言わん方がいいですよ。やめろおい。指定校はやっぱいいの悪いの。いいです。いい。おおいい。君はいいやろね。おいしいよ。間違いない。だってなあ、みんな頑張って高校から勉強して大学入ってきたら、僕はまあ内部進学。おい。ちょっと。俺らは一般受験よ。大学受験、英単語も2000個ぐらい覚えたよ。熟語だって1000個覚えた。文法だって1000問ぐらいは解いてきた。君らは何にも頭に入れることなく空っぽのまま大人になった。社会に出るな。日本の大学受験はこういう何もない人間を高学歴と崇めた手松の社会になってしまってんだよ。目を覚ませよ文部科学省。指定校の存在意義って何よ。あ、存在意義ないのよ。学校と大学の癒着なだけよ。まあ一応ねその学校生活しっかりそのねいい成績を取ったっていう継続できる人間を入れてるかもしれない。飛び売りごますり人間やろ。おいじゃあお兄さん二人組見つけました、はい、お兄さん今通ってる大学学部教えてください。慶応義塾大学の理工学部。おー慶応理工。はい師匠。慶応の文学部。おー慶応文。はい。おー慶応二人。日本の大学受験の問題点を聞こうという企画をやってまして、はい、芸能人が慶応を使って統計とか入るのはおかしい。おかしいな。なるほどね。おかしいな。思う。誰のことや。のことか。いやちょっと待って言うな。やめろお前。誰？最近話題のまだ確定かわかんないですけど、鈴木福君は。鈴木福。あそこで SFC に来る。慶応来る鈴木福。おい。鈴木福で生徒集まらんよ。やめろそこ。僕鈴木福と同じ大学目指そう。ならんよ。鈴木福の推薦は取りやめてください。やめろお前。芸能界に頑張って生きとるんや。その実績で入るのはええやろ別に。これが取引というか、ね、広告塔にする代わりに入れるよみたいな。大学もねちょっと広告塔にしたいですよね。大人の都合や。受験生関係ないや。鈴木福がおかしいんじゃなくて鈴木福を受け入れようとしてる慶応が良くないかもしれない。そうや。他ありますか。私立の医学部にお金積めば入れる。おあやめろ。噂なんて、たまたま噂ですから。医学部の受験事情詳しいの、ね、いや、そんな詳しくない。何知ってんの、それ。なんか、寸大で浪人してる、うん、周り医学部志望が医学部志望多かった。お金持ちも多くて、
岡山のね、医学部で一番簡単と言われてたやべえ、お前深町の人はなんかあんま勉強しないのに受かって、それでなんかこれ深ねえわ、よう知ってんな、そう、日本の大学受験の闇、よう勇気持って言ってくれてありがとう。いやいや、まあ、そう、私立の医学部な、おや、病院やってた入れんの、マネーゲームですか、大学受験は。やめて、そういうコネ入学。すみません、あの大学関係者の人、こう便所みたいなもんなんで気にしないでください。そういう悪いことしてるやつをかばうようになったんか。いや、まあ、ちょっと待って、とうとうね、若手 TV も影響力出てきたのか、なんか大学関係者の人がなんかね、言ってるらしいんで、ちょっとちゃんと謝っとこうと思って、すみません。いやいや、謝ることはないやんか。いやいやいや、まあまあ、闇を隠したから、ね。いや、まあ、だから俺悪いやつなんてんだ、ビンヤマを排除しましょう、やめろお前。というわけでやってきました、文科省聞け日本の大学受験のまずいところ、今日結構この動画に集約されてんちゃうかなと。そうですね、いやでも自分の不満がめっちゃ多かったね。まあ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 、そう、まあ、ね、我々ね、受験生が不利にならないよう、ね、に、はい、一般生に頑張ってほしいと、まあ、頑張ってる人が報われる受験でやってほしいよね。そういうことですよね、うん、はい、なので、ね、ぜひ文科省の人考えてください。チャンネル登録と高評価、概要欄についたとしても絶対お願いします。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。